嵐を、駆逐艦。嵐をは、大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦朝潮型の4番艦である。艦名は、海上自衛隊の潜水艦に継承された。ビスマルク海海戦において、嵐をは、陸兵と負傷者を、朝潮に移乗した後尾速で北方へ向かうが、第二次攻撃を受けて傾斜30度となった。嵐をはその後、漂流を続け、B17 重爆による爆撃により500ポンド爆弾が第一煙突に命中、嵐をは沈没した。性能初限。